は東京都中央区に本社を置く化粧品会社。旧金棒株式会社から化粧品事業を切り離して2004年5月に発足した。東京証券取引所一部上場の花王株式会社の完全子会社。2004年度の金棒化粧品の日本国内の化粧品出荷口はおよそ1816億円。国内シェアは7.9%で、 一位の資生堂、二位の、王に次いで、国内三位であった。スキンケアスキンケア、ベースメイクベースメイク、ポイントメイクトータル印の製品の業務用サイズは、花王プロフェッショナルサービスより、ホテル、旅館向けに発売されている。その他の製品の業務用は、主に金棒コスミリオンから発売されている。2004年6月23日に、 同化粧品のコマーシャルソングのみを集めたコンピレーションアルバムベル・カネボヒットソングズがソニーミュージックダイレクトから発売されたカネボ化粧品美白化粧品回収問題とも言うロドデノールを使用した化粧品で肌がまだらに白くなったという訴えがあったため2013年7月4日に大規模自主回収を行うと発表し使用者に対し 手元に問題の製品がある場合、使用を中止して送料着払いで送ることを求め、商品代金を返金すると発表した。7月4日の自主回収発表の時点で把握していたのは、症状は39例で美白化粧品8ブランド、54製品、約103万個を自主回収すると発表したのだった。ところが、 7月4日の自主回収発表の後、10万人を超える人たちから問い合わせがあり、そのうち6808人が肌に関する不安を訴え、また5センチ以上顔に明らかな白斑などの重い症状を訴えた使用者が2250人にも上った。7月23日に社長の夏坂雅美が記者会見を行い、 敬意の説明とお詫びの言葉を述べた。白半症状を訴えている使用者が2250人と大きな数となったことについてコメントを記者から求められると社長は正直驚いている。病気であるという思い込み予断があったと述べた。同社長は同年9月に会見を開き判断が誤っていたと痛感している。 発症されたすべての方にお詫びすると謝罪した。社長、会長らの役員報酬を9月分から6ヶ月、減額する処分も合わせて発表した。本件が不祥事として取り上げられる要因は、金棒化粧品側の最初の被害情報の認知時期が2011年10月頃であり、化粧品利用者の症状と化粧品との因果関係に、 ついて医師から指摘された時期が2012年10月頃であったことなどから企業内の情報共有やリスク対応の体制に不備があり結果的に症状を訴える化粧品利用者への対応も大幅に遅れた点にあると指摘された2004年5月7日に金棒株式会社より化粧品部門の営業上等を受け減少後を並びに現在の事業に変更 ABCD 株式会社金棒化粧品、第17期決算広告、矢野経済研究所、化粧品マーケティング総監2005年、ABCD 金棒の自主回収製品リスト、滝沢真希子、ベリー専属モデルが、コフレドール CM キャラクターに2016年2月6日、金棒、春の化粧品キャンペーンのキャラクター、パレットキャットライセンス販売、 日経産業新聞1982年1月5日付11ページ。花王グループとしては2013年10月度からは5時台30秒の帯提供もしており、パート提供ながらも確実90秒となったお詫びと自主回収についてのお知らせ金棒化粧品のニュースリリースの7月4日に発表された内容。ABC ありがとうございます。